アローハーエビバリシタケナベイベー、今県ハワイ、今日のワイキのコーナーです。はい、今日はですね、2020年6月の24日水曜日のワイキビーチ、夜のね、7時過ぎのワイキビーチです。今日はですね、今一番最初に映しましたホテルのライトアップ、それをですね撮影するために、夜のワイキビーチにやってきました。はい、まずです、先日、撮りました、ハイアットリージェンシーのライトアップ見ていただけましたでしょうか。ワイキのホテルね、今そのハイアットリージェンシー以外にもライトアップしております。はい、まずねこの真っ赤なハートマーク、はい、皆さんご存知だと思いますが、ワイキビーチマリオット、こんな感じで、ライトアップしております。結構目立って素敵ですよね。はい、ダイヤモンドヘッドが今見えると思うんですけど、うっすらとね、もう夜ですからこんな感じで輪郭が、映し出されてると思うんですけど、その横でこうマリオットのハートマーク、すごいでっかく分かりやすく、はい、そうやってくっきり出てます。そしてですね、そこからツーッと行くと、はい、アップしますよ。アロハの上の ALO が見えてると思いますが、これはねアロヒラニリゾートですね。はい、昔のね、パシフィックビーチホテル、アロヒラニリゾートに変わりましたが、そこがねアロハということでやってます。で、残念ながら、ハイアットの、この間映したところ、はですね、ハイアットのツインタワー手前の方がですね、こちらの、アウトリガーワイキに隠れちゃって、ちょっと見えないですね。はい、ということで、ちょっとズームを外して、あ、でですね、今のちょうど7時過ぎなんですけど、あ、ごめんなさい、7時半過ぎなんですけど、ワイキビーチこんな人います。はい、みんなねこの薄明かりのワイキビーチで、涼しみながら、このひととき楽しんでます。はい、じゃあですね、波打ち際この音を聞いてもらいながら、ちょっとね今日暗いからもうピントが合ってないかもしれませんね。けどこの景色綺麗ですよね。はい、じゃあ、15秒ぐらい波の音聞いてください。はい、ここのね、今ちょうど工事されてるこのネットのところまでやってきました。なぜここに来たかというと、はい、シェラトンワイキキの、ライトアップです。シェラトンワイキキのライトアップ、上から HOPE ホープって書いてますね。で、すいません、ちょっと木に隠れちゃって見えないんですけども、こちらにもくっきりハートマーク、おそらくですね、逆にマリオットの方から見るとこのハートマークとホープ綺麗に見えるんでしょうね。はい、で今こういう感じでまだ、ワイキのビーチの工事されてるんですけども、ただワイキのビーチの、この波の音いい感じでね、このビーチの工事進んでるよって感じですね。はい、でうっすらとね、あの夕焼け向こう側に見えますけども、まだまだね、あの日が長いんでこんな感じです。はい、じゃあもう一回シェラトンの方映してみましょう。はい、こんな感じですね。じゃあもう一度ですね、ここからワイキキビーチ、向こう側、はい、今ですね、あのアウトリガーワイキキ映ってます。それから、ハイアットと来て、先ほどのアロハのアロヒラニンリゾート、アロヒラニンリゾートの手前は、アストンのビーチタワーですね。はい、そしてツツーっと行ってマリオットで、もううっすらーとほんと消えちゃいそうですけども、ダイヤモンドヘッドということでですね、あの今日は、夜のワイキビーチからホテルのライトアップ撮ってみました。はい、ちょっと寄ってみましょうか。はい、暗いのでピントがどうかな。あとちょっとね、画面ざらついちゃってますね、ごめんなさい。けど雰囲気分かってくれると思います。
はい、すっごい綺麗なこの波打ち際、そしてキラキラ光ってる海の上のこのね線ですね。これね、カラカウア通りの街灯の明かりです。はい、ということで、夕暮れ時のワイキキビーチ、久々に皆さん味わっていただけましたでしょうか。まだまだね、リツコさんから質問があった14日間の隔離なんですけども、今ねちょうど、短縮の協議がされているそうです。そのような感じで今日ニュースになってました。ただ、日本からのフライトね、JAL も ANA も7月31日までハワイ便、休んでますもんね。飛んでませんからね。はい、なので、アメリカ本土からハワイにやってくるしかないですね。ただ、14日間の隔離はまだまだ続きます。はい、ということで、こんなしっとりのワイキキビーチ、はい、こんなゆっくりな時間が過ぎてきます。はい、じゃあ今日も最後まで見てくださってありがとうございます。はい、それでは Thank you so much. マハロー。バイ。